こんにちは。ロサンゼルスで映画制作を行う TJ です。本日はですね、新しい iPhone 15 Pro による、動画のテスト撮影を行いたいと思います。まあ、この iPhone 15 Pro もしくは Pro Max、一番進化したところといえばですね、今回この端末がこのライトニングから USB-C に変わりまして、それによってこの録画したデータを直接外付けのハードドライブとかに転送できるというですね、まあ割と攻めたことを今回やってますね。まあそれに伴って扱う動画のファイルもですね、ログで撮影できるというですね、これは携帯電話としては初めての試みだと思い、まあ、Apple も結構攻めたことをやってくれたと正直思いますね。まあ、このログによる撮影で、データがですね、まあ、従来の携帯の動画ってもうその味付けがされて、こうやっぱりこのなんかこうケバケバしい画像になりがちだったんですけれども、今回そういった、味付けなしでもうかなりインフォメーションが多くてですね、で後々ダヴィンチリゾルブなどのソフトウェアでカラーグレーディングを自由に行うことができるというですね、まあ我々のような映画制作者にとっては非常に嬉しい機能が加わりました。なので今回ちょっとこちらの公園でいろいろな動画を撮ってですね、まあ例えば歩きながらの動画とかですね、それでアクションモードでどれくらい手ぶれが抑えて、それでなおかつこのログで撮影できるのかとかですね、またフレームレートも、まあ、もちろんトイニフォーありますけど、トイニフォーとサーリーと、あと60フレームパーセカンドですね、60フレームパーセカンドなどでの撮影も試みたいと思います。ですね、あとはまあそんな感じで、とくとご覧ください。よろしくです。はい、こちらが今日の撮影のために組んだリグになります。iPhone 15 Pro をこのプラスチック製の、まあちょっとね、チャッチー感じのケージですけども、そちらの方にくくりつけて、あまりゴタゴタとこう大げさな感じでリグを組みたくなかったので、こう必要最低限な感じなんですけども、まあどうしても外せないのがこの外付けの、ハードディスクですね。こちらスキャンディスク、まあ、2TB のものなんですが、こちらをくくりつける際に、まあ、この、フレンチフラッグをこうクリップでくくりつけて、まあ、ちょっとしたマットボックス的なことをやりたかったんですが、ちょうどうまくこの穴にですね、USB-C ケーブルを通して割といい感じに固定することができたので、まあ、今後何かこのアクセサリーとかね、例えばLED ライトとかショットガンマイク的な、そういったものもくくりつけることができますね。Clap your hand. Okay. This is log. 60 frame per second. Action. Dream my man meets no ono yurukoyu.Так сильно і ніжно бувай мене, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай свої муки своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе.Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно. Вбивай мене, віддай свої муки моїми руками, моїми губами. Лікуй, лікуй себе.Лікуй, лікуй себе. Посеред моєї хати на мене будеш кричати,
Ой, як же тобі рвати, і в серці сидить, ти чуєш, як страшно мені у полоні, як в твоїх ладонях нема так ніде. ちなみにこちらは先日リリースされたブラックマジックカメラのアプリを使って撮影したものです。最も情報量が多い Apple ProRes 4444を選びましたが、 Apple Log の映像と比較するとダイナミックレンジがいささか狭い印象を受けました。Yeah, obviously, I think my passion is acting and dancing, because I kind of feel like it's a really, really my goal. When I was a kid, I used to perform a lot, so kind of auditions, all of the stuff, that's about me. I like to be on TV, I like to be famous, kind of, so that's my dream. Yeah, actually, I would say that's crazy what's going on right now. Nobody expected that it's gonna even happen like this. Like, we don't know what to do, we don't know what we can expect, but that's actually very sad what's going on. Like, people, they're not guilty, and like, I very feel like that it's gonna end pretty soon, because nobody deserves to go through this. It doesn't worth it. It doesn't worth people's lives.Як тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся тим. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай свої муки.Своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. 今日ちょっといろいろ撮影してみて、思ったことは、まあいろいろなシチュエーションにもさっと対応できて非常に、使い勝手は良かったです。特にこれといった不満はないですね。あとブラックマジックから出ているこのブラックマジックカメラというそういうソフトウェアも入れてあるんですけど、まあそれでプロレスあらゆるプロレスファイルにも対応してますね。一番、情報量の多い画像はプロレスの4444とかですね。まあそこら辺もなかなか、すごい進歩を遂げたなと思います。まあ今これ撮影しているのはログで撮影したものをカラーグレーディングした映像ですけれども、まあ携帯電話の動画のレベルもここまでついに上がったかというのが正直な感想ですね。まあこの、まあ、皆さんも今の時期だといろいろ他のカメラで撮影された映像と iPhone15 で撮影された映像のこのサイドバイサイドコンパリソンとかご覧になったと思うんですけれども、まあちょっとパッと見た目には全然わからないですよね、なのでこれはまあちょっとしたレベルのプロダクションの仕様にも十分耐えれるような画質のレベルかなとは思います。ただまああくまでもこれ携帯電話なので、まあもちろん限界というものもまああるのは確かですね。まあ例えばバッテリーライフ、これは非常に消費が早いので、とても一日の撮影に耐えれるというものでもなく、またバッテリー交換ができるわけでもないので、これはもう充電しないことには、使えないという、それはちょっと致命的な欠点ですよね。そこら辺はもうこれもう一日中この iPhone15 だけで撮影するとなると、同じカメラを、ね、2、3台用意しないといけないということになりそうですね。まあ、ただですね、まあちょっとした、まあ、小さなプロジェクトとかですね、半日撮影とかそういったものには十分使用可能だと思います。それとまあ B カメラとしての存在も非常に期待できますね。まあ例えば高いカメラとかこうレンタルして、
でそれを撮影し終わって返した時に、あ、ちょっとあのシーン撮り忘れたとか、ちょっとこのインサートが必要だったっていう時には、この iPhone15 のログで撮影したものをこうグレーディングして、でそれでメインカメラで撮影した映像とこう合わせると、そういうことも十分可能だと思いますね。そんなわけで、これからの活躍が非常に期待できる、非常にiPhone の、新機種としては非常に可能性があると感じました、うん、なのでこれからも、この iPhone15 でいろいろ撮影した動画で、今後の動画もお送りしますので、よろしくお願いします。ではまた。